はですね、北広島町有田というところにね向かっております。有田じゃなくてね、有田って読むみたいですね。はい、なまるみたいです。はい、今日はあいにくの雨模様となっておりますけどね、はい、中国道、久々の中国道ですね。はい、そして久しぶりにこの北広島町の方にね向かいますね。うん、まあ、あの雪がねひどい時じゃなくて良かったです。はい、先週ぐらいでしたかね、雪が結構降りましたんでね、はい、その時じゃなくてね良かったですね。はい、時刻が今7時43分ですけどね。はい、ちょっとね9時に、コンテナ設置にね入ればいいんで、ちょっとまだ今日もね朝時間がありますんでね、朝サービスエリアによってね、朝ごはんそしてコーヒーをね買いたいと思います。いやー、霧が濃くても何も見えませんね、前の方ね。左下見ても街並みがねうっすらとしか見えませんけどね。はい、ここ左にね行きますと戸河内とかね山口方面に行きますね。はい、で僕はこのまままっすぐね浜田道、大阪方面に向いてね走っていきます。ガス欠注意って書いてありますよ。はい、浜田道給油場なしってね、ここで朝でね朝サービスエリアで給油しとかないとね、この先結構ちょっとね燃料つくとこないみたいなんでね。はい、朝サービスエリア到着しました。この辺りからね、道路脇見ますとね雪が残ってますね。トラックもちらほら止まってますからね、普通車はほとんどいませんね。おうおう、雪が結構、除雪した雪がねこの端っこに残ってますね。やっぱなかなか溶けないんでしょうね、この辺りね。日も当たらんのかな、ほんで気温もね上がりませんしね、この辺りは。よし、この辺止めよう。 OK、 よし、ど真ん中行こう。朝ちゃんぽんだって。あ、これなんか引っ掛けとるわけですかね。朝食べるちゃんぽんと朝朝の朝をね掛けとるんですかね。朝ちゃんぽん、昼でも夜でも朝帰宅。これね2つ朝ごはんに買ったんですけど、レストランが閉まっとったんでね、これ食べようと思ったらこっちのね普通に軽食堂が開いてましたね。はい、ここを忘れとったということで、これはねお昼ご飯に回したいと思います。めっちゃうまそう。よし、いただきます。うわ、うま、豚骨醤油ですかねこれ。
ごちそうさまです。これこんな感じでね、除雪した雪が残ってます。あ、もうガチガチじゃん。ガチガチね、バリバリ夜は。いや、空気がね、やっぱりなんか美味しい気がしますね、山の中なんでね。うん、ちょっと休憩しよう。ここで休憩ばっかりやな。いや、今日はね、ほんと朝からラーメンも食べれてね、ちょっとゆっくりできる時間もありまして、ほんとね、今日はいい朝ですね。まだ今日平日ですよね、今日金曜日なんですけどね、ゆっくりできておりますよ。はい、まだね、こっからあと10分少々で着きますんで、はい、9時に着けばいいんでね、まだあともう30分ぐらいは休憩できますね。はい、毎日こんなかったらいいのにな。このラーメンを食べたね後のこのブラックコーヒー、いいですよ、キリッと締まりますわ。美味しかったですね。やっぱり僕はあのね、豚骨ラーメンよりあっさりした醤油とかね、そっちの方が好きですね。はい、結構ね、麺も細くて、はい、僕好みでした。はい、なんだったっけ、広島風ネギラーメンだったかな忘れましたけど、はい、美味しかったです、非常にね。はい、この間ね、宮島サービスエリアで豚骨ラーメン食べた時はスープまでね全部飲めなかったんですけど、今日のはね全部最後まで美味しくいただきました。なんせね、ネギがもうたくさん入ってたんで、ネギとねもやしのあのシャキシャキするあの歯ごたえもう最高でしたよ。はい、おかげで今ネギがたくさんね、歯の間に詰まってますけど、はい、よし、これね今2枚なんですよ、今日半袖と長袖2枚だけなんですけど、まあ、ラーメン食べた後だけかな、あんまり寒さを感じませんね。はい、寒さを感じてないだけで多分寒いんだと思いますけど、はい、雨降ってますしね。はい、まあ、もうちょっと休憩して動画編集とかしながらね、はい、休憩したいと思います。
はい、今ね引き上げの現場来ましたけど、これ雪だるま作った後ですかね。溶けてからね、なんかっぽいですよね。雪だるまなんだかな。はい、そしてね廃材の方もラッキーでしたね。あんまりね積まれてませんでした。はい、じゃあこれをね引き上げてドアの方へ向いて帰りたいと思います。よっしゃ。はい、現場の方をね出ました。引き上げの作業もねすんなりと行きまして、なんかちょっとね気持ち悪いぐらいに今日段取りがねよく進んでますね。朝からラーメンも食べれてね、設置もスコットを受けて、引き上げもねスパッとできて、非常になんかいいですね。この橋ね、趣のある橋、赤いねなんかお寺のようなねなんか上にポコッと立ってますけどね、いい感じの雰囲気のある橋ですね。はい、じゃあここのね小堀の信号を右折して、またね千代田インターから中国道に乗って帰りたいと思います。よいしょ。ここのねアパートがこれね多分社宅なんですけどね、はい、ここ作る時もうちが廃材取り来てましてね、はい、この辺もねよく来ますよ。だから、はい、北広島町のね有田とかねよく来ますよ。今田とかね、はい、あの辺りの地名の場所にはねよく行きますね。おそらくね、この廃材もほとんどね最後の養生ごみなんで、まあ、段ボールとかね養生のあの紙でできた養生剤とかね、ああいったものばっかりなんで、ほとんどね分けるものもないと思います。はい、で重量的にもねもうめちゃくちゃ軽いんでね、はい、多分もう500キロないんじゃないですかね。うん、ほとんど紙と木材とあとビニールくらいだと思いますんでね、はい、いやーほんと毎朝こんなかったらいいのにな、毎日ね。まあ多分ね昼からというかこの後ね手積み化されるでしょうけど、はい、まあいいこともあれば悪いこともあるということで、ね、人生プラマイゼロです本当ね、はい、まあ、ちょっとだけねいいことがね多くあれば万々歳ですよ。はい、この右手ね、神楽のねあのモニュメント般若のなんか描かれたね看板が出てますけどね、はい、北広島町はね神楽もね盛んですよね、はい、あと花田上ね、壬生の花田上って言ってね、有名ですよね本当ね、うん、はい、じゃあね千代田から乗って倉庫の方へ、ドバの方へ帰ります。明日ねまたライブ夜からしようと思いますので、お時間ある方また遊びに来てくださいね。はい、で本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画で元気にお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。Oh, shit.